よし、おはようございます。よいしょ。あ、うん？何をどうした？ひげ？髪？髪やばいよ、ほうきみたいでしょ。今お風呂入ったばっかだから。お風呂。初見さんいらっしゃい。お風呂つける日本人形とか言い返してる。はーい。前髪はね、癖でくるんってなってるんだけ。癖で。お風呂上がりでそのまんまアイロンしてないからね、多分。おはようございます。さて準備していくよ。ちょっと外に寝るんでね、目標8時かな、8時ごろもう渋谷に到着してる感じでね。
パスモってやつ全部入ってるか、1万円ぐらい入ってるかな、多分まあ足りるでしょうって感じ。うん、私も2年かけてまさかどの怨念沈め企画2年でやるわ、1日じゃ無理だと。2年かけてる方がおかしいよね。うん、誰が見るのって感じ、2年やってね。もう忘れてんじゃない、2年前の人に。っていうか、2年前に見てた人はいるのって感じ。こういうことよ。誰も覚えてないんじゃない、そんなやつさん。そうよ、一緒にしないでくれる、ヨギママさん。ちょっと、あなた。一緒にしないでくれる、サボり癖があるからね、あなたはね。山手線に1日券なんてないでしょう、あるのね。1日券なんて聞いたことないよ。あるの、まあ、別にあるんだ。その1日券っていうのを買おうか、じゃん。ね。車内配信できる。まあちょっとの間だからね。乗ってんのは5分ぐらいだから、まあ大丈夫でしょうって感じよね。それを言っちゃもう今日はできないわよ。よいしょ。よし。さあ準備してきますよ。9時に家を出るような感じでね、目標は。8時、ごめんごめん、8時、8時。9時じゃない、8時ね。蓄電で電車止まんない。止まったことはないね。ただどんだけ混んでるかだよね。どんだけ混んでるかよ、電車内がね。ちょっとそこら辺は気を使いつつね。ちょっと時間ずらすけど、もし混んでたらね。今日休みじゃないでしょ、土曜日でしょ、だって今日。日曜だっけ、土曜だっけ、土曜でしょ、ね。内回り、外回り、外だね、多分。うん。渋谷から東京駅の方ってどっちだっけ、外だっけ、そっち。あ、外？じゃあ外回りだ。渋谷からね、渋谷からスタートって感じで。何駅あんだろうね、全部で。20?
20何駅かあるんでしょ、山乗ってば。ちょっとね、長時間なんでメイク取れないようにしないとね。丁寧に、素早く丁寧にきますね。どうしてもね、取れちゃうね、長時間なんでね。綺麗に綺麗に塗ってきますよ。落ちないようにね。ムラがなくね。首はね、いつも塗んない。首はちょっと洋服についちゃうね。首は塗らないことに知ってるわ。改札のね、外には出る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 、一回一回出る。だがまあ1インチ券買った方がいいかね、そのね、さっき言ってたやつを。DM を見てください。何でしょうか。あ、ありがとうございます。乗り放題になる切符だって。来た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 。1日乗り放題で、750円だって安いね。これ買った方が全然安いね。750円。お年玉集金でもね、リアトツバチじゃないからね、今日ね。750円だと年齢安いね。一回か降りるよね。これを買いましょう。乗客の服に顔つ、そこまで混んでないと思うよ。そんなに混んでないと思うよ。ぎゅうぎゅうではないと思う。車内はラジオ配信の、だから一駅だけだから大丈夫よ。一駅しか、一駅ずつしか乗んないから5分とかそれぐらいだから全然大丈夫でしょ。人さえ落ちるんだけど。やめる？やめちゃおっか、もう。そういうのガチャ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 、朝からうるさいね。ガチャ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 。やめよっとね。いや、めんどくさくないよ。そのコメントがめんどくさいのよ。なんとかかんとかとかさ。ねえ。そう、成人式前の景色。成人式っていつだっけ？ 1 月の12とかだっけ？確か。そうね、成人式もうすぐあるわね。終了時間わかんない。ちょっとイレギュラーなことも起こりうるんで、何時に終わるとか全然予測できない。初めてやるんでね、今日は。うん。予測不可能って感じ。
コツはいいんだけど、もうさらっとする。さらっとやるね。もう話さんで、ね、握手して終わりみたいな。こういう感じね。今日時間ないんで。さらっとでいいんだったね。ちょこっと話してさらって感じ。あと待ったりは絶対しないから、何分待ってくださいとか、どこにどこにいるんで来てくださいっていうの無理です。そこら辺をちょっと守ってくれればね。うん、一駅ならトイレの心配、まあトイレね、駅にトイレあるからね。ただどこのトイレを入るかね。共用のトイレ、がなかったらちょっとまずいよね。女子トイレも入れないし、男子トイレも入れないの、これね。うん。駅のトイレはちょっときついと思うよ。山手線って必ずある、その男女兼用みたいな共通スペースみたいな。山手線まで神奈川から電車で行きます。田園都市線で行きますね。田園都市線ね、多分20分30分ぐらいだよ。急行に乗っちゃえばもっと早いかもしれない。ただ急行が止まんない駅なんだよね、私の近くの駅って。宮前平駅って確か急行止まんなかったような気がするんだよな。 YouTuber のニュースは昨日ね、夕方話してた、それね。なんだっけ、サイパンかなんかだっけ、死んじゃったみたいな。ニコタマ水の口、鷺沼から乗るか。鷺沼だったら同じ距離ぐらいだね、こっからね、お家からね。多分。鷺沼から行こう。よいしょ。でもさ、私あんまり見たこと、なんとなく見たことあるかなと思うんだけど、あの方ね、そこまで知らなかったよね。でもいろんな YouTuber がこうなんかツイートしてて、なんか有名な方だったんだね。うん。この時間で遠投戦死ぬいいわよ、死んでも。多分そんなに混んでないと思うよ、多分。まだお正月休みの人もいるし、土曜日だしね。9時はまあ立てるかなぐらいの感じだよね、多分ね。
まだ、あ、やばい、もう7時20分じゃん。早いな、時間。やば。間に合う、あと30分出なきゃいけないの。早いね、随分と。ちゃっちゃちゃっちゃと行きましょう、ちゃっちゃちゃっちゃとね。30分、髪の毛やってる時間ないんだ、これ明らかに。髪の毛ボサボサの方が怖い感じが出るかね。髪の毛ちょっと諦めます。ボサボサのままでいくんでね。ちゃんとお風呂は入ったんで汚くはないんだよね。朝一にお風呂は入ってんだよ。うん、仕事はね、月曜の夜かな。パンダのメイクでもジュオンでもないです。ペッサリー京子ちゃんです。なんか言うけどね、ペッサリー京子ちゃんです。で、あと眉毛だけだ。ここでしょ。ここが大事な、ここがね、ノーズシャドウが。こうやってね。ほくろもつけなきゃわかんないね。ほくろもつけなきゃね。横浜メリーとか懐かしくない？ねえ。あとほくろね。ちゃっちゃっちゃっとね。なんかさ、化粧が取りにくいスプレーがあったんだけど、どっか紛失しちゃったんだよね。あれすごい優秀だったんだけど、全然お白塗りとかも落ちないスプレーなんだよ。あれね、めちゃくちゃいいのよ。あ、これだ、これこれこれ、あった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 、これこれ、これが落ちないスプレー、こちらですよ。今日はあったかいの、外何度ぐらいなんだろう。それによっては服装も変わってくるよね。コートとかいらない感じ。都内は15度。ああ、15度ね。15度ってあったかくない？この時期に15度、ほんとあれじゃない、ジャケットぐらいでいいんじゃない？15度だったな。ねえ。
あ、昼間ね、最高気温が15度ってこと？最高が。お粉も叩いとか、お粉もね、あのね、電車内ってね、過剰に暑かったり寒かったりするよね。あれイラッとするよね。絶対暑いだろうっていう時もあるしね。なんか車内の人を考えてないよね、あの着てるものとかをね。ね、暑いぐらいだよね、車内はね。もう汗だらだらって感じで、暖房効きすぎてさ。あ、お年玉ありがとうございます。あみちゃんね、ザックザック。ラックラック。ミキランちゃんもお年玉ありがとうございます。ザックザック。ナナちゃん、サディちゃん、マスミちゃん、キスクちゃん。お年玉ありがとうございます。ザックザック。文京区で最高14度。もう3月ぐらいのあれだよね、気温だね、今日ね。プロトちゃん、お年玉ありがとうございます。ザックザク。マスミちゃん、チョコちゃん、ミュウちゃん、お年玉ありがとうございます。ザックザク。やばい、口紅あるかな？シャネルあった。オッケー。ちょっとあと30分でどうしよう。間に合うかな、本当に。ダッシュで行きますね、ダッシュで。結構早いね、1時間っていうのはね。工藤ちんもね、ありがとうございます。しゅん、ちゃんちゃんもね、お年玉ありがとうございます。ザックザック。リータルでもありがとうございます。ザックザック。ヒゲとほっぺ後でやる。これ、いや、口紅塗ってからね。りんちゃんもありがとうございます。まりちゃんもお年玉ありがとうございます。はっからか。まつげはつけない。いつもつけてない。書いてる。あら、いいわ、漆黒って感じ。いいわ、いい色が出たわ、今日。あ、素敵ね。今日はいいわよ。なかなかね、この、こう、なんつうのかな、いい色が出にくいんだよね、普段ね。やっぱ早く化粧した方がうまくいくね。
時間もかけてタラタラやってるよりパパパってやった方が結構ねいい化粧ができたりね。それがちょっと今日分かったわやっぱりね。紅白縁起がいいでしょ。そういう縁起がいいでしょ。オッケー、早い早い。さあ、あとこの仕上げのスプレーをねかけて終わりよ。仕上げの落ちないスプレーね。痛い。すんごいスースーすんのこれ。切ってなんつうのかな、なんかプロテクトする感じだよね。プロテクト。なんつうのメンソールみたいなさ。朝ごはんはあっちでね食べますよ。朝ごはん、昼ごはん兼用でございます、今日はね。おはじょりでございます。今日でお帽子はこないだね、あの上野で買った、あちらをかぶってくんでね。お帽子は、こちら。こちらのお帽子をかぶってきまーす。こういう感じでね。髪の毛どうしようか、汚ねえな。髪の毛もやっちゃおうかな、時間あるからまだ。巻いてこう。髪の毛ちょっとくるくるにしようかしら。これでね、もうちょっとくるくるさせよう。見えてるとこだけね。またずれ帽子のパンティーは履いた？どっか行っちゃったあれ。またずれのやつでしょう、あれ。どっか行っちゃったわよ。まあ、大丈夫じゃない？そんな歩くわけじゃないか、そんなに。ねえ。そこまで歩くわけじゃないでしょ。おはじょり。もらったドレスのでかい帽子、あれはちょっと夏用だよね。こういうね、こんぐらいのでかい帽子なんだけど、あれはほとんど顔が見えなくなるんでね。意味はないよね。
ー、全部外巻きにしよう今日は。よし。ん？横？いいんで立てて。立てロールでいいね。もうね。とりあえず綺麗に見えればいい。綺麗に。ある？とりあえず綺麗に見えればいい。これヘアビューロン。ね、大体綺麗に見えるでしょ、ほら、くるっとなってね。ほら。ちょっとね、ほんと美容室行かないとまずいわ。来週あたりちょっとほんとに美容室行こうかしら。ねえ。ちょっとまずいよね、このギシギシ具合。ほうきと同じぐらいの毛質だよね、これね。頭にほうきをかぶってるみたいね。あー、めんどくさくなってきた、だんだん。どうしよう。途中でやめらんないよね、これね。あー、超めんどくさ。適当でいいや、適当ね。いや、ゴムで止めるけど、結局ゴムで止めるけど、ちょっとね、毛先が汚いね、毛先がね。使い方分かってねえなんて。どうやって使ってんの？人それぞれやり方違うからね。いや、今日はね、かなりの人数が多分ね、会うと思うんで、ね、リスナーさんとね、恥ずかしいじゃん、なんか、汚かったらさ。多分、東京だから結構来ると思うんだよね、リアトツ。おはようございます。一応、きれいきれいにしとかないとさ、恥ずかしいでしょ。モンジュイさん汚いのかしらってさ、いつもあんな感じかしらと思われてもね、嫌だわ。綺麗は本当に。いや、メイクは全然恥ずかしくないね。これメイクじゃないから、皆さん、ちなみに。何をおっしゃってるんですか、これは。すっぴんっていうね、設定があるんでね、そこら辺はちゃんと守ってください。これはおメイクじゃないんでね。これはすっぴんでございます。で、これからね、藤沢奈々っていう人はね、お友達設定になるんでね、皆さんね。京子ちゃんと今日は呼んでくださいね、一日ね。藤沢奈々さんはいらっしゃいません。あるよ。京子ちゃんってそれ、歌京子みたいなやめて、それ。漢字が違いますね。ねえ。歌京子さんの京子でしょ、それ。漢字が違いますね。恐れるに子供だからね。
京都の京にこうじゃないからね。そう。オッケー。もう適当でいいの、適当でね。適当に巻いちゃう、適当に。あれ今内巻きになってる、これ間違えた。こうだ。大事だ。逆になってたね。いつの間にか逆になってたわ、外と内。でもボサボサの方がちょっとこう怖い感じが出るし。まあいいの、適当に結べばね。あと結ぶから後ろね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。いい感じになったわ。髪のコンディションはね、だからお風呂入ったから、もうしつこいね。いいのよ、髪なんてもう。お風呂上がりだからよ。ボサボサに見えるけど、綺麗なのよ、今日はいつもよ。いつもはお風呂入ってなくて髪の毛は綺麗でしょ。逆なのよ、今日は。逆。今日は入ったよ。今日は入った。コメントが面白いわ。よく我慢できるよね、このコメント。みんな見ててね、コメント受けるわ。久しぶりにコメントが面白いと思った今。お風呂入ったからすっぴん、もういいよ、どうでもいいよ設定は。設定はどうでもいいのよ。よし。オッケー。痛い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 。紐が。よいしょ。オッケー、仕上がりました。ちょっともう一回スプレーやっとこう。ちょっとなんか落ちそうな感じがする。電離は電をね。きー、効くねこれ。すんごい。何のスプレー？化粧防止、あの化粧崩れ防止スプレー。今日はねアシスタントの人はいませんね、誰もね、誰もいません。今日はあったかいということでね、普通に
ダウンジャケットでいいかしら。あれは、なんだっけ、パーカーみたいのはどうですか？パーカーみたいのは。パーカー。そのまんまじゃちょっと寒いんじゃないですかね。十何度でも。ねえ。顔アップで見せて。はい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 、わかりましたよ。アップで見せればいいのね。はい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 、はい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 、うん、で今日はね、お名刺とおステッカーを持ってくんでね、こちらレアモンの名刺、レア名刺、あ、名刺全然ないじゃん、ごめん全然ないわこれ。え、名刺全部配っちゃったの、もしかしてこの間。あ、ないわ。お名刺がない。じゃあナンバリングしてある紙をサインだね、これね。ナンバーが振ってあるんで、ここに。今73番とか入ってるでしょ。これをちょっと配ります。ナンバリング入りのやつをね。とあとこの京子ちゃんステッカーね、これこちらを配るんでね、これをね、これは100枚あるんで、まあこれはまあ先行って感じでね。名刺だけ、あ、名刺だ、ステッカーだけでいいかな、今日。ステッカーだけにしよう。ステッカーだけ配るわ。で、今日ね、ルールがあります。まず一つ。時間は待ちません、うん、何分に着くからちょっと待っててくださいっていうのは一切聞きません。もう自分のタイムスケジュールで動きます。うあと、儀式に参加してもらいますね、来た人は儀式に参加してもらいます、一緒にね。うん、お祝いの儀式に参加してもらいます。写真とかは全然大丈夫。うん、なんかみんなでもんじょりもんじょりってやってもらいますね。もんじょりもんじょりって。お布施とかいらない。プレゼントとかはいらない。もう、荷物になるんで、今日は一切受け取りません。お布施とかプレゼントは。プレゼントは禁止です、今日は。ええ。そういう感じで。
お布施はもらっといた方がいい。いらないいらない、そういう目的じゃないんでね、いりません。お布施も禁止で、一切禁止でございます。20万ちらつかされてもいらない。100万でも1000万でも1億でもいい、いりません。いただいてもお返しします。本当に ただこのカバンの中にポイッと入れてくれるの OK ね。カバンの中にさりげなくポイとかね、 OK よ。画面の見えないところでお願いしますね。画面の見えないところでね。大きなカバンにして、今日結構大きめのカバン持ってくんで、これで、ね、これでいきます。今日もこちらでね、さい銭箱担いでたらもう腰が痛くなるわ。持てなくはないけど、何キロあんだろうね。100キロぐらいあんでないの、さい銭箱って。やばい、腰折れちゃうわよ。あ、靴下。靴下履かないとまずいわ。ちょっと靴下取ってくるわ。なんだ、匂いはね、ちょっとね、タンスの奥からちょっと洋服出して洗ってるんだけど、ちょっとね、タンスが臭いんでね、クローゼットが。そういうことです。ちょっとね、振りまいてね、初見さんいらっしゃい。今日のご機嫌度はね、今んとこ 3% ぐらいかな。ちょっと朝ごはん食べてないんで、ちょっと機嫌悪い。ちょっと
ちょっと朝ごはんを食べないとダメですね、少しね。あちらの渋谷に着いたら、やっぱ飯食わないとダメなんで、飯ね、飯ちょっと食いてえね。品川で立ち食いそば、いいわ。それだったらパッと食べてパッと出れるわね。いいやんね、それは。立ち食いは。立ち食いいいね。パッとね、天ぷらそばかなんかね、ちゃっちゃっちゃっとね、食べて。やばい、あと3分だわ、皆さん。間に合うかしら。待って、これ蓋が閉まんないね。これどうして、多いのかな、量が。なんでこれは蓋が閉まんないな。ゴムで止めたの。ゴムを、輪ゴム、輪ゴムがないね。お年玉ありがとう。もんじゅりもんじゅりもんじゅり、島の地だね。ゴムがね、まあいいや、このまんまで。アルシパーちゃん、もんじゅり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 、はい、よし。忘れ物はないかしら、オッケーかしら。いや、ゆめちゃんもね、もんじょりもんじょりもんじょり。こまさんももんじょり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 。そう、タクシーも呼ばなきゃいけない、忘れて。タクシーでまず駅まで行ってね。ちょっとさ、急行に乗んなきゃダメだ、急行にね。三毛猫ちゃん、もんじょりもんじょりもんじょり。ちょっと待ってくださいね。チャトラちゃんも、もんじょり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 。キクッツさんもね、もんじょり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 。あと1分。ちょっと待ってね、待って待って。焦ってきた。ちょっと待ってね、1分で、あとね。もうタイムスケジュール通りに行きますんでね。タクシー呼ぶ。オッケー。ばあちゃまんちゃんもね、もんじょりもんじょりもんじょり。捕まんないね。捕まんないね。いないかしら、土曜日だから。いや、乗せてはくれると思うね。みりんちゃんで、もんじょりもんじょり、ポップピピちゃん、捕まった、5分。ポップピピちゃんも、5分。5分。ちょっと待ってね。5分早い。ちょっとごめんなさいね。これ持ってくんでね。よし。上着でしょ。
よいしょ。タクシーが間もなく到着し、登頂で、ね、到着します。ちょっと待ってね。もう来ちゃってる、来ちゃってる。Wi-Fi 切って、ちょっと切り替えるんでね、そのままお待ちくださいね。あ、来た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 。来ちゃった来ちゃった。よしよし。はい、ちょっと切り替えます。そのままお待ちください。これから、山手線に行きます。